秀吉の天才参謀黒田官兵衛、宿敵宇都宮氏との死闘に迫る。演奏、伝えたい日本の心。大分県中津市、古くは城下町として栄え、現在では大分市、別府市に次いで人口が3番目に多い都市である。その中津市で今全国的に注目されている話題がある。それは2014年、来年の大河ドラマが軍師官兵衛に決定したことだ。市内には至る所にその上りが立ち、その加熱ぶりがうかがえる。そのドラマの主人公軍師官兵衛は、初代中津城主黒田官兵衛のことで、生涯50を超える合戦で一度も負けを知らなかった秀吉の天才参謀である。ドラマ化の決め手となったのは、戦国武将の中でも最も魅力的な武将であり、側室を持たなかったことが理由として考えられる。今回は武前国の黒人領主であった宇都宮重房と死闘の後、秀吉の天下取りを狙って九州を平定した戦国武将黒田官兵衛に迫る。この番組は薬神グループの提供でお送りします。ただいまより納棺の儀取り行わせていただきます。人生最後の旅立ちのお手伝いいたします。風の章。戦国武将黒田官兵衛、その意味名は義高と言い、あざ名は官兵衛と呼んだ。また隠居後は助水と名乗った。そもそもあざ名である官兵衛は、元は官兵衛と発音されていたと考えられている。その理由は、秀吉の書簡にはひらがな書きで官兵衛と記されており、宣教師の書簡にはローマ字での記述があったからである。また司馬遼太郎の播磨灘物語の冒頭でも、官兵衛と正確に発音されていたのであろうとも書いており、戦国史研究の第一人者の小和田哲郎氏も著書の黒田助水の中で司馬説を肯定している。その黒田官兵衛、黒田家のルーツは現在の滋賀県に始まる。で、黒田家の発祥は今の滋賀県近江の琵琶湖があるでしょ。琵琶湖の東側の北の方にね、静ヶ岳という山があります。これは秀吉と柴田勝家の決戦が行われた静ヶ岳の古戦場ですね。その麓に木の本町という町がありますが、そこに黒田村っていうのがあったんですね。そこが黒田家の発祥の地だと言われています。で、官兵衛からしますと、ひいじいさんの時に何かの事情で折れなくなりましてね、備前の国、今の岡山県の福岡村というところに変わってきます。で、おじいさんの代の時、そこでも折れなくなりましてね、現在の姫路に移ってまいります。大変面白いことはね、まあ浪人してるわけですよね。ですけどね、姫路に来た時にあるお付けがありましてね、まあ近江の佐々木源氏の一族だというので、ね、佐々木大明神という夢枕に現れましてね、姫路にね、広峰神社という御利益のある神社があるから、そこにお参りに行けって言われるんですよ。
でおじいさんが行きましたらね、そこの宮司さんに会いますとね、あの播州一帯に播磨の国にですね、そこのお師さん、御とあの使いと書きますけど、あのお札を配って歩く、あるいは年末にだと翌年の暦を配って歩く、その時にね一緒に持っていける薬があると売ってあげられるんだがなと言うんですよ。あ、そうですかと。黒岳は実はね、目薬を作ってるんですと。目薬の木というのがあります。大分県ですと、あの大分市の宮古町のジャングル公園に目薬の木というのがありますけどね、その目薬の木の、あの皮を剥いでね、それを袋に入れて煎じるんですよ。で煎じたあの汁をね、袋のままこの目の上に置いてね、絞ってね、目にその汁を滴らすと、それで眼病が治ると。これをね、その広峰神社のお師さんたちが播州一帯にお札を配ってある時に持ってある、まあ、あの富山の薬売りと一緒ですよ。これで膨大なお金を蓄えるんです。黒岳は担保を取らずに2割の定理で、あのお百姓さんたちに貸してあげると。男の子がおるところはね、もう金利の代わりにうちの子供をあの働かせに出しますわと言ってね、プライベートな武士団200名ほどあの抱えるようになるんですよ。おじいさんとお父さんの代で。で200名と言いますとね、だいたい1万石相当の大名の家臣団の数と同じぐらいなんです。でそれだけの家臣団と財力を持ってね、どこかに使えようと。そうしますとね、姫路の近く御着御とつくというところがあるんです。そこに小寺家っていうのがあるんですよ。でそこに使えるんですけど、やっぱり知恵を働かせて、これはお父さんの代の時ですけどね、その小寺政元というんですけどね、これが一番困ってる問題は何だと。で高山と香りの山と書くんですけどね、その、 あの豪族とね、領地争いで苦しめられてると。それじゃあといって手土産にね、その困り果ててるライバルの高山を討ち取ってね、その首を手土産に使えるんですよ。使えてみましたらね、人柄も爽やかでね、もう早速に姫路城をお前に預けると。そして家老に取り立てられるんですよ。小寺という姓を名乗ってよろしいということで、黒田から小寺に姓が変わってね、お父さんは小寺元隆という名前で、そこに子供として、まあ、家老の子供として生まれたんですね。でお父さんは44歳の時、あの早くに隠居しましてね、子供に譲るんですよ。でもう20歳そこそこで家老に就任すると。東では全国制覇を目指す織田信長がおると。西の方には毛利がおると。で今播州、今の兵庫県はね、商豪族ばかりでね、どちらについたら生き延びられるかっていう問題を突きつけられてるんですよ。やっぱりこれからは信長の時代だということで、みんなを説得してね、信長につかせようという工作をするわけですよ。そして信長の、まあ、毛利平定軍、中国平定軍 の、 あの指揮者として着任してきたのが羽柴秀吉、秀吉なんですよね。で秀吉に対して自分が住んでる姫路城をね、どうぞここを本拠にして使ってくださいと言って提供するわけですよ。実は黒田官兵衛が住んで、そしてそれを城を秀吉に提供したことから、今日の姫路が出来上がっていったわけですね。その後黒田官兵衛は秀吉の参謀となり、秀吉を天下取りへと導く。あの本能寺の変が起こります。毛利をもう継ぐ、あの和平の交渉も進んでたんですけど、最終的に決着をつけるのは信長に出陣を願わなきゃいけないと。で信長出陣してくれるということで、京都まで来た時に明智光秀に倒されてしまったと。で秀吉はその報を知ってね、まあ呆然自失になるわけですよ。自分の今日あるは信長でね、信長のいない自分の生活なんて思いもよらないと。黒田官兵衛はね、冷静に、今の言葉で言ったらね、チャンス到来ではありませんかと。
主君の仇討ちという旗を掲げて、実際は天下取りにこれから乗り出しなさいと言って、ね、毛利との講和をね、毛利はね情報あの入手が遅れてね、本能寺の変を知らないうちに毛利と講和をして、中国大返しと言って、あの主君の仇討ちをしようと言って、全部意思統一をして引き返すわけですね。で、京都と大阪の、 あの境のと山崎というのがありますね。サントリーのコマーシャルに出てくるあの山崎ですよ。あそこで明智光秀との決戦に打ち勝つ。でそれ全部お膳立てをしたのはね、黒田官兵衛なわけですよ。秀吉を天下取りへと導いた黒田官兵衛であったが、その奇才ぶりに秀吉から恐れられる存在になっていた。ドリーム、夢の架け橋、薬師。雨季成功。木とは珍しいこと。廬山の風景を詠んだ祖食の歌に、さざ波に光が当たってキラキラ光る晴れの日は良い。また山に細かな雨が降って煙る様子も、晴天の日とは違って珍しい景色であるとあります。雨が降れば雨で結構、晴れれば晴れでまた結構、そんな何者にもとらわれない心境を表しています。主君信長の仇討ちという名目、それを旗頭にして、本当はね天下を取りなさいとアドバイス。こいつは怖いやつやと。有能で自分の役には立つけど、自分が呆然自失としてる時にね、天下取りのアドバイスをする人間は、それは大変に恐ろしい人間だぞという警戒心もここから始まったんですね。また黒田官兵衛は秀吉から大友宗麟の窮地を救う役目も仰せつかった。実は九州でですね、九州は9つ国があるから九州なんですけど、そのうちの6カ国を大友宗麟が支配してたわけです。6カ国の守護だった。ところが南から島津が攻め上ってきたわけですね。で島津には抵抗できなくて、あの日向まで攻めていってね、そこでボロ負けに負けて逃げて帰ってくる来ましてですね、で独力では島津に対抗できないというので、大友宗麟は年がいって病気の身なのに、それを病を押して大阪城まで登ってね、秀吉に救援を請うわけですよ。救援を請いに来た大友というのは鎌倉幕府以来の名門、初代は源頼朝の御落胤だという説があるくらいの名門が頭を下げて救援を求めに来た。もう絶好のチャンスと言って、でそれ の九州平定軍の先発隊の軍艦参謀役、まあ、あの
代理ですね、指揮官の代理として黒田官兵衛が来て、あの九州各地 の, あのそこに住んでる豪族たちを手あの調略してね、あの秀吉が来るからね、秀吉が来た時に降伏して態度表明してくださいと外交交渉でずっとやるわけですよ。そして豊前の平定にあたり忘れてならないのが、当時豊前国の黒人領主であった鎌倉時代から続く名門宇都宮重房との死闘である。ここ福岡県築城町には黒田官兵衛の長男長政の大軍が落とせなかった宇都宮市の居城紀伊の湖城があった。紀伊の湖城へはこの三丁弓の岩と言われるこの道を通らないと城までたどり着かない。仮に先に行けてもこの狭き表門を無事に通過することはできなかった。宇都宮重房の本拠地この上にありましてね、難攻不落のところなんですよ。あのここは地名が紀伊と言いまして、前流れてる川は紀伊川というんですね。であのこれがまあ反乱を起こしたというので、黒田長政勇猛果敢な武将ですけど、ここに攻めてきましたけれどもね、あの勇猛果敢な黒田長政も散々な目にあって、命からがらここからあの逃げて帰るという羽目に陥ります。死闘の末、宇都宮市とは和解へと成立するかのように見えたが、結末はこの赤壁が物語る。宇都宮家はね、秀吉に従って従軍してね、九州平定に協力したから本領安堵、自分たちが今持ってるところをちゃんと認めてくれると思ったら、そこが勘違いでね、あの伊予、今の愛媛県に転覆しろと、変われと。で領土は増やしてくれたようですけど、領土変われと言われたらね、嫌なんですね。領土少なくてもいいから、先祖伝来、先ほど言った18代400年も暮らしてるんだから、ここに置いてくれと。でそこでね、あの最終的にここの新しい領主になった黒田官兵衛と宇都宮は対決せざるを得なくなったんですね。でね、これの揉め事があまり長引くとね、それを口実に秀吉から取り潰される恐れがあるということで、黒田官兵衛の一生でね、唯一まあ汚点というか彼自身も後悔しただろうというのは、ある種謀略を用いてね、あの戦いのあと和解をして、で和解の証明みたいな形で、あの宇都宮重房がね、中津城を訪問すると。でまあ宴席を設けた。でそれ宴席がカモフラージュで、そこで子供の長政がそこであの殺してしまうと。でその宇都宮の主君たちはあのほんの少ししか友を連れて中津城に行けないでしょ。大勢の家臣たちはここが宿舎といいますか、ここにおったんですよ。でお城でお殿様が主君がね、あの打ち果たされたということになって、ここも襲われてしまいましてね、血吹雪はね、あの血が流れ飛んで壁にあの移っていくと。で後にそれをきれいにしようと思ってこう洗い落とすけれども、いつまでたってもその赤い血が消えないと。そこでそんなことならばということで、逆にもう壁自体は赤く塗ってね、こういう言われがある、大変由緒ある、まあ、お寺ですね。この赤壁、豪岩寺のある寺町は現在もいくつもの寺が軒を連ね、当時と変わらぬ景観を残す。この西蓮寺は黒田家との関わりがあり、最近になって注目を浴びている。このお寺は西蓮寺と言いましてね、開基、ここのお寺を開いたお坊さんは光心と言います。光の心と書きますけども、俗名は黒田一右衛門と言いましてね、黒田官兵衛の一番下の弟さんなんですね。その方が開いたお寺が今日に伝わっているというのはね、意外と知られていない、中津の方でもご存じない方があの大勢いらっしゃる、そういうお寺なんですよね。今度の大河ドラマ絡みで、あのここちょっと脚光を浴びるようになりました。ここ中津城に隣接する中津神社には、黒田官兵衛が謀略によって葬った宇都宮氏とその家臣たちの祟りを恐れ作られた紀伊神社がある。
黒田官兵衛及び子供の長政によって滅ぼされてしまった。で、ある種謀略を用いて滅ぼしたんですね。寝覚めが悪いじゃないですか。そこで黒田長政はまず最初に滅ぼした宇都宮重房をね、祀った。これはね、祟りを避けるという意味ですよ。神社にお祭りするというのはその祟りを避けるということで、で後にここは黒田長政が祀ったのは黒田家が関ヶ原の戦いの後筑前に移っていきましたので、そのお祭りが福岡の方でお祭りすることになりましたが、後にここに城を持つ小笠原家がね、ここに小さな社を作って神社としたわけですね。でここはまあお祭りされているのは黒田官兵衛長政によって殺された宇都宮重房なんですけど、こちらにね小さな社があるんですけど、これは宇都宮の家臣たち、豪願寺で殺された家臣たちを祀る神社が千丈神社、扇の城の神社と書きますけど、中津城を築城した黒田官兵衛は当時これまでにない画期的な城下町を築いた。でそれまでは例えば信長だってね、岐阜城って山の上にあるでしょ。どこでもそうだったんですけど、ね、大阪城の縄張りも実は黒田官兵衛が、設計計画を立てるんですけど、これを生かすわけですけどね、そういう最初の平地にしかも海に面して、交通手段は船が最大の交通手段の時にそれを一番活かせるお城をこういうふうにして作ったわけですね。その後秀吉の参謀として九州を平定した黒田官兵衛は43歳という若さで隠居願いを出すが、秀吉はそれを認めなかった。そして1600年、黒田官兵衛の厳明なる奇才を発揮する機会が訪れた。それは関ヶ原の戦いの時であった。今回は番組をご覧の皆様に演奏を伝えたい日本の心の特別編 DVD を抽選で10名の方にプレゼントいたします。宛先はご覧のところまで、ふるってご応募ください。ただいまより納棺の儀執り行わせていただきます。人生最後の旅立ちのお手伝いいたします。風の章。ここで風の章からのお知らせです。先月6月12日、大分市大道の風の章本館で仏古社慰霊祭が開催されました。この慰霊祭は今年で22回目。ご参列いただいたのは、この1年間でお見送りのお手伝いをさせていただいた90世帯の146名の方々です。今回の慰霊祭のテーマは、人に対する思いやりを意味する序。テーマを掲げた祭壇は、参列者の皆さん一人一人が検討を行いました。黙祷。開式は全員で黙祷。代表の挨拶は風の章代表取締役社長薬師寺哲也。思いやりの心で誠実に仕事に取り組んで、そしてこれからも
ご葬儀を通じ、お取引先様、地域の皆様に愛される会社を目指しています。演奏は県内外で活動中のアンサンブルイーゴによる生演奏。絵本の朗読は風の書スタッフが自ら行いました。素晴らしい絵です。そして僕らは一緒に夢を見た。ずっとずっと大好きだよ。そして講演は大分市金池町の臨済宗妙心寺派満寿寺の住職佐々木道一さんが講師を務め、序思いやりをテーマにお話しいただきました。それでも天罰だったらしょうがないなって思っております。僕は皆さんも心がですね、平安でありますよ、安泰でありますよ、記念をしまして、閉式後はバルーンリリース。風の章では常に心のこもった故人様とのお別れの時をお手伝いします。今後もぶっこしゃ慰霊祭は風の章本館で開催していく予定です。風の章からのお知らせでした。